皆さんありがとうございました。負けちゃったけど。滑り込みすぎる。本当それね。ね。そうそう。でも楽しかったね。楽しかった。本当に楽しかった。そう。まあなんかその本当に。そうバズーカみたいなの持っててね、銃とかね、衣装可愛かったでしょ、ね、かわいい、あれは本当に可愛い、本当に可愛い、ありがたや。今出してメールを打ってます。二人とも急いでたからさ、唇の色がない、うん、推し席すごかったで、すごかった、うちわ、あ、そう、うちわあった、みんな揃えてたのかな、みんな持ってた、すごい嬉しかった。しかもね、あのサイリウムもね、ちゃんとみんな持ってるのが昨日行ったやつだったし、わーすごいって思って、昨日の今日だったのにありがとうって思って、ね、本当にありがとうございます、ありがとう、あ、みんなで揃えてたんだ、嬉しい、ありがとう嬉しい、お席いました、だって行きました、手振ったらね、ちょっとね、みんな振り返してくれるよね、そう結構見てるって思って、そうありがとうございました。今日のメイクすごく好きって、嬉しい、めちゃめちゃあの今日かっこいい系にしてもらったんですよ。私も普段と違う、そうちょっとね、そう明日ねニュース乗る予定だったからそう優勝して、そう優勝して、いける気がしたんだけどね、ジップとかヒルナンデスとか言ってゼロまでエブリーとかゼロまで出る予定だったけど、まあちょっとね、じゃんけん勝ったってそこまで出ないのちょっとね、ちょっとめっちゃ気合い入れてメイクしたんですけど、そうショーファイトやったの、そう昨日行ったのはそれですよ、分かった、みんなあの曲やるよって言ってたやつ、そうあの曲もやるしねみたいに言ったのはそれよ。私も最初びっくりしました、ちなみにね、びっくりした、私もね、びっくりしたよね、そうすごい、まさかショーファイトやるとは思わなかったじゃん、うん、え本当にって思って、うん、しかもさ立ち位置もさ真ん中でさ、そうおーってなったいいんですかって言って、そうみんなね振り分かんないから、みんな頑張って振り覚えて、こんなところで振り覚えるエネルギー使うとは思わなかったよね絶対みんな、そうありがたや、もう9時57分だって、やばいメール送んなきゃ、おりんちゃん殴らないでね、だって私殴ったことなくない、え、ないだろうないですね、きっとどつくことはあっても殴ることはない、あ、まあそうだね、どつくことは多々ある、ね、うん、よくある、そんなの別に殴ったうちに入るそう、つくつとれしょうばい、つくつしょうばい、おりんちゃん大丈夫って、大丈夫ですよ、あ、そう、あの帰りにタピオカおごってもらった、そうなんですよ、一回買ったからあのね、優勝したらあのスイッチ買ってやるって話してたんだけど、スイッチ欲しかったな、そう優勝したらスイッチ買ってやるって言ってたんだけど、あの一回買ったのでタピオカでしたまあでも美味しかったです、ありがとうございます、イエーイバズーカは家にあったのかなって、違うんですよ、あれもね用意してくださったんですよ、そうあと1分だって、なんか言っておきたいことある、そうですね、まあ今回負けちゃったんですけど、でもそれでもね、姉妹推し、これからもねせっかく姉妹で何かできたらいいなって思うので、うんうん、衣装もせっかくね作ってもらったし、私劇場公演もあるし、グッズもほら見て、そう見てきてるんだよ、ほら今写真撮って、はいはい、じゃあ全然映んない、はい、そうこれね、これどっかでさ握手会着ようよ、うん、でも明日だと急だから明日以降にしよう、うん、うん、まあそのうち、そのうちなんかあったっけ、いいんだよ、とりあえず続けてれば、私この辺で声だけ参加してるよ、あ完売なの、ええー、本当、はい、さよなら、さよなら。
こに、ね、え、これ完売なの？完売なんだ。買えなかったって。残念。明日でもいいの？困んない。明日だったら。明日結構、あ、すぐ売り切れたって。ネットでも完売だって、ほら、あ、待って、タワー来てる。あ、いたず隊長、いたず隊長ありがとうございました。やっほー、どうもどうも、いつもありがとね。そっか、え、じゃあどうする？明日でもいいんだったら明日にするけど、明日無理だったら明日じゃなくていい。こんばんは。まあとりあえずもうちょい待ってみようか。うん、とりあえずちょっと急すぎるからね。あ、通販の分は届いてないんじゃないって。あ、そうだよ。明日一部だけこれにする。あ、それもいいかもね。あ、ネット通販の人は辛いって。うんうん、じゃあまた今度にしよっか。うん、今度で。あの、持ってた武器は何って。バズーカ。そうなんですよ、バズーカとピストルね。うん、ちょっとなんか戦闘力上がった感じだったでしょ。そう、まあまあ、おりんが早々に消えてしまったので、ちょっと5000人いったら今日は終わりにしようかな。打つのかと思ったって。いや、打ちたかったんだよ。でも打つとね、紙のやつになっちゃうって。あのパーティーのさ、ポーンみたいなやつになっちゃうっていうから、あー、それはちょっとなんか並んだ時にダサいなって思ってやめたよね。うん。バズーカ可愛かったでしょ。そうなんですよ、お気に入り。バズーカ結構こだわりだったよね。うん、かなりこだわった。あれは持ちたいって言って。結構無理いったよね。そうそうそう、どうしようって言って。お出席もね、ありがとうございました。そう、なんかね、え、何？なんか編集長みたいなのがいる。ん？ん？何、編集長来たよってさっきから書いてある。どうも。そう、6位のところに。これは何、本当にそれ、それのジェリー編集長って書いてある。本当？ジェリーいつも見てます、大好きですよ。え、私映りたい。なんでよ。妹です。編集長みたいなのです、こんばんはって。え、本当にそうなの？時間なので映れないんです。どうも、 AKB48 の武藤トムです。ジェリーいつも見てます。妹です。ジェリーと S かわいいが好きです。いつでもお仕事お待ちしてます。わかんないけど、へえ、本物らしいって。あら。すごい。そうなんだ。すごい、映りたい。公式マークついてるよ。そう、ジェリー好きよ。ジェリーよく見てるよ、ね、見てるよね。私もよく見る、よく買う。あ、メール来た。あ、ありがとうございます。そう、手だけ。あ、ユカルのファンなんだ。あ、残念。あ、本物は本物なの？うん、へ、見たよ。へえ、あ、もう5000人になったって。どうしようかな。じゃあ衣装の話だけちょっとして、うん、終わりにしようかな。
そう、衣装はねあれなんですよ、なんだっけな、戦闘服をイメージしてるんですよ、うん、そうだからあのバズーカ持ってるんですけど、そう、バズーカ持っててピストル銃みたいなの二刀流みたいなの持ってて、うん、そうで戦闘服っぽくしたくて、であとオリンともう私も青が好きなので、はい、青系の衣装にしたいよねっていう話から、まああとはそう、まあオリンって空手そう習ってたし、私もあのショーファイトとかそういう戦う系の楽曲をね今日もやったけどもらったりしていたので、まああと武藤っていうね名前もねなんかちょっと強そうじゃないですか、戦ってそうだから、じゃあなんかそういう戦闘服っぽい感じにしようって言って戦ってる風の衣装にしたいってなってからの、いろんなの見てたら私バズーカ持ちたいって言って大きいやつって言ってでそう本当はねパンってやりたかったんだけどね、まあ大きいやつないんだよね、そう残念でした、でも楽しかったすごいそうそうそう強そうですだったでしょ、こうやってねやってて、いや写真もたくさん撮ったんでそのうち載せますあーサインボールのやつねあるよね、そうでもさ押し席まで届く気しなかったんだよねあの感じで、うん、そうあ裏配信も見てくれましたか、そう裏配信も出たね2人で、うん、そう重くなあ重くなかったですかって銃、いやそんなことはなかった、私も全然、あ待ってタワーがもう一個立った、モバメ来たよってイエーイ、あケンタコ焼きさん、ケンタコ焼きさん、ケンタっていう名前なのかなケンタコ焼きさんありがとうございます、タワーイエーイ、そうありがとうございます、そう無と某漫画家のキャラクターみたいでした、だって何の漫画だろう、何だろう、でもキャラクターっぽい、嬉しいありがとう、バズーカ誰かに打ったってカナブンに打ったカナブン昨日ねショールーム見たけどコメントしませんでしたって今日言われた分かんないよそんなのって言って、そうそうイジリーさんもねお誕生日で、うんうん、みんなでサプライズして、そう本当にねサプライズだったんだよね、うん、隠しててそうでなんだっけ隠してて結構ね裏でもねメンバーがそうケーキこいつ持ちながらあこっち側に行かなきゃってスカートで隠してたりとかするのね衣装で面白いよねそうで面白くて終わってからケータリングのところでざく切りにされた、ね、そうイジリーさんの写真撮ってた携帯の携帯じゃないケーキの写真が写真じゃない写真ケーキの写真のやつがねこうやって切られてて美味しかったです、私もいただきました、顔面ケーキするのかと思ったって、もうその後仕事できないじゃんねそうだよのぼるさんいい人って、うん、のぼるさんおめみんなのぼるさん読みなのねそう、のぼるコールしたってそう、いや勝てる気してたんだけどなでも楽しかったですね、うん、そう、みんなで食べました、美味しく、そう、あとはなんかあった、優勝すると思ったけどなってねそうでも早々にね、うん、センチメンタルトレインのみんなはいなくなってしまったって、ね、私が出る時にはもう誰もいないみたいなね、そうだからやばい勝たなきゃって思ったけど、そう編集長がインスタフォローしたらしいよって、本当に嬉しい、ありがとうございます、やった、インスタおしゃれな写真たくさん載っけなきゃ、すごい、あーでも今日載せるやつはもうあるだ銃持ってるやつ
私もやってます些細なアピール。そうで、いやでも本当に若い子たちが、うん、ね、すごいね。いやー持ってないわ自分って思って、まあまあ、じゃんけんに対して。でも本戦行けたことが本当はすごいんだよ。いや本当それマジでだって本戦でみんなダメだったもんね。そうだよそうだよ、そうそうそう、ドラさん強かったね。ね、本当。あ、またタワーが立った。あ、なんだこれは。と無糖無糖、みんな読んで無糖なになに、おりん、え、なに、おりん、無糖おりんおさん、あら、ありがとうございます。私じゃないか、カムサハムニだ、カムサハムニだありがとうございます。無糖おりん、無糖おりんさん、すごい、おりんなんだ私じゃないのあら嬉しい、ありがとうございます。カムサハムニだ、カムサハムニ、オリン生きてるよかったそんな優しいから私、生きてます、ね、オリン頑張ったって。うーん、でもさ、やっぱさ同期対決ってさめちゃめちゃプレッシャーだけど、勝ったらそうすっごい嬉しいよね。嬉しいか、すんごい嬉しいよねあったの今まで。いや、ない、ない。すごい、でもなんか楽屋もずっと隣だったの本当に。あ、そうなんだ。私くるみズッキーってずっと座ってて、うんうん、楽屋でも一つのテーブルに、うん、いやそしたらかなちゃんが通りかかった時になんかじゃんけんの話をめっちゃしてて、うん、なんかこうやって合わせた時にすごい握ってくる人はなんとか出しやすくてって話をし始めて、やめてえ、研究してる風だった、してる風だった。あー、そうなんだ。やっぱズッキーもくるるもね。あ、そう、ジュリもねすごい、名前出してくれたしね。ね、本当にありがたいですね。そう、ただ私のことなんか言ってたよねなんて言ってたっけジュリ、なんだっけ、あ、トムの圧に、あ、オリンの、ね、精神状況がなんか不安です、心配ですねくらいのこと言ってたよ。なんか言ってた言ってた、オリンのメンタルが心配ですみたいな圧がすごいからみたいな、もう本当に姉の圧がとかね言ってたねちょっと一緒にいるじゃん、姉のパワハパワハラだちょっともうこんなに優しいのに私、なんで、なんで、お前もそういう時にさ首をかしげるじゃない。いや、思い当たる節がちょっとチラチラ出てくるんだって、トムハラ新しい言葉、ファンよりも圧が、姉ハラ、姉ハラ、姉ハラって普通にありそうじゃない、ありそう、姉ハラないだろ、シスハラニコ動でもコメントすごかったって、ニコ生か、へえ、よかった、盛り上がって、なんて言ってたんだろう、超気になる、本番見れないじゃん。うん、そう、そんなことないよその言い方だって、姉ハラよくやるのがあれじゃない、なんか私がなんかそういう時に首かしげたりすると「おお、いい!」バンって言うからじゃない、ポーンって言って今日も会場がわーってなってたそう、あ、見ない方がいいってニコ生、あー、やめとく、あ、タイムシフト予約で見れる、いや傷つくだけだ、多分ね、怖いとかね、性格悪いとかね、そういうことばっかり書かれてるんでかわいそう、妹ちゃんかわいそうとか、そういうこと、もっと払ってくださいだって、任して、ええ、なんだって、そう、まあそんなこんなでね、明日もじゃんけん、明日はじゃんけんじゃないや、明日は握手会なのでね、うん、
よろしくお願いします。1日明日はバズーカ持っていきますかって。持ってません、残念。明日は私服です。なになに、スイッチ買ってあげたら何でも許されるって。まあ許す。まあじゃんけん勝たなかったしな。あタピオカだな。いいよ、もう買ったよ。あ吠えた。化粧がちょっと違うって。そう今日はかっこいい系に、そうやっぱたすあの戦闘服でね戦わなきゃいけないからさ、じゃんけんでね。戦ってないけどね。戦ってない。そうだからちょっとキリッとねしてみました。そうまあそんな感じで、じゃあ今日はこのくらいにしておこうかしら。お立ち台の皆さんのお名前をお呼びします。13位ゆうすけさん、12位すーみん大使さん、うんうん、お、すーみん大使さん、お、なんか今日は短い。11位すずやさん、10位ボイタイさん、9位ジンさん、8位クニさん、7位エツさん、6位ジェリー編集長さん、最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。5位のむのむさん、4位さちママさん、3位こういちさん、2位ケンタコヤキさん、1位いたず隊長さん。いたず隊長とケンタコヤキさんと、あとあれだね、武藤凛さんはタワーもありがとうございました。はい、あのジェリーの編集長、全然言えないや、編集長さんもありがとうございます。そうね、嬉しい、ありがとうございました。本当に最後まで見てくれて、あのジェリー好きなので。ジェリーって今もあるっけ。あるか、うん、あれだ、エスカワイイがあの毎月じゃなくなったんだよね。うん、確かエスカワイイ。ジェリーいつでも呼んでください。喜んで受けます。あるので僕がいます、確かに。いやだってさ最近さ雑誌すぐなくなっちゃうから悲しいんだよ私。うん、そうよく見るのでいつでも呼んでください。呼んでくれたら喜んで泣きます。泣く。はい、ということでありがとうございました。ゆっくり休んで、明日元気に一緒に楽しくね話しましょう。はい、ということで明日は私服よね。明日は私服だね。 OK、 じゃあまた明日、みんなもゆっくり休んでください。疲れたと思うのでね。ありがとうございました。またそのうちやります。ショールーム急だったけど8600人も見に来てくれてありがとうございました。またね、ほらおりんも、またね、バイバイ。